いやツナチャンネルにようこそさ。今日はちょっとエンジン作り方 GitHub のソースコードとラザルスコンパイラーで教えるよ。それでは始めましょう。始める前にチートエンジンマスター .zip とラザルスコンパイラーがダウンロードされてるかチェックしてね。まずはメインのラザルスコンパイラーをインストールし、そのイーサンの86番も入れておくんだよ。ラザルスコンパイラーがインストールされたらマスターと ZIP を展開してチトエンジンのコンパイルに入るぞ。FPPKG にエラーがあるけど心配しないで、デフォルトの設定ファイル使えば大丈夫だよ。それではラザルス ID からチアとエンジンマスターフォルダを開いてチア転勤 .lp ファイルを選んでね。ここでランをクリックしてビルドを選び、これで32ビット版のチートエンジンが作られるんだ。のできたらビンフォルダを開いて、ここにチートエンジンの実行ファイルがあるよ。64ビット版を作るならランをクリックして複数もドコンパイルを選んで、最初の3つを選んで OK を押してチートエンジンのビルドが完了するまで待ってね。自分でチートエンジンをラザルスコンパイラーを使ってコンパイルする方法が分かったかい？何か質問あったらコメントでどうぞ。ありがとう。次のビデオでまた会おうね。